時は橋タワーとは、日本の東京都千代田区にある、東京駅の日本橋口前に位置する、大手町2丁目時は橋街区にて開発中の2棟の超高層建築物のうちの1棟である。時は橋街区では、東京駅前時は橋プロジェクトが推し進められており、当該の再開発地区、時は橋地区第一所市街地は、東京当地と命名された。 時は橋タワーとトータワーと共にかかる地域の中核を担う超高層ビルである。時は橋が行くで推し進められてきた再開発事業、東京駅前時は橋プロジェクトの関係権利者、筆頭である三菱辞書は再開発地区の正式名称を東京トーに決定した旨を2020年9月17日開催のプレス発表会でリリースした。 同プロジェクトが建設しようとしている主な建築物は、それぞれ A 棟、B 棟、C 棟、D 棟と仮称されていた4棟で、このうち A 棟と B 棟が超高層建築物である。本校が主題とするのは2棟のうちの低く小さい方の A 棟である。再開発地区の地名が東京都地になったと発表されたその日、仮称されてきた A 棟及び B 棟の正式名称も合わせて発表された。A 棟は、時和橋タワー、B 棟は、トーチタワーとのことであった。時和橋タワーは、建設予定地に立つ大和国復興ビル及び、JX ビルの2棟の地上部を取り壊した跡地に2021年6月、竣工。翌7月から、オフィスの入居、テナントの営業が始まった。 再開発地区の地下部は、大型駐車場、日本パーキングセンターとして一体化した形で、運営されており、改修された上で引き継がれる。地上高、約212メートルで、地上40階、地下5階の合計45階建て。オープン時から来られ、東京本社、小賀電気工業本社、小賀機械金属の本社、グループ企業などが入居するほか、 2022年6月までに東京会場ホールディングスと参加の東京会場、日動、東京会場安心生命が現在入居しているビルの建て替えに伴い本社機能を仮移転する予定。ありがとうございます。